こんにちは、堀江です。今日はですね、ちょっと久しぶりにマウスピースを新調したので、それについて紹介しておこうかなと思って動画を撮っております。じゃじゃん。前に下森管楽器さんのフロックスというマウスピースに今変えてチャレンジしております。いや、それが再入荷されて、生徒さんがですね、予約申し込みしてたみたいで、それの選定の依頼が入ってたので、何本かね、一緒に吹かしてもらったんですよ。そしたら昔吹かしていただいてた印象と違う一本に出会ってしまって、あれ、これめちゃくちゃいいかもしれないってなって、生徒さんに習って私もゲットしてしまったんですけれども、生徒さんは生徒さんでぴったりのものが見つかったのでよかったと思いつつ、私にもこれいいかもしれないと思う一本に出会いまして、割と最近買えました。ちょっと以前使ってたのがウッドストーンのスタジオデラックスっていう、それもここにバッフルがついてるタイプのものになってるんですけど、それをしばらく、もう結構何年か使ってたので、めちゃくちゃ慣れて安定してたんですけど、そしてそのスタジオデラックスの私5番って吹いてたんですけど、フロックスがですね6番しかないタイプのもので、だからちょっと息がね苦しいと思いながら吹いてるんですけど、早く現場で使いたいなと思って一生懸命練習しているところです。音色はね、まだちょっと馴染んでない、まだ仲良くなれてないなって感じがあって、きっといいことしかないだろうなという前兆が今見えてきているので、皆さんに早く聞いてもらえるように練習を頑張りたいと思います。音色もおそらく求めてるものを、クリアできるようになるし、今まですごく気を使って音程とかね、特に音程かのコントロールをすごく気を使ってたところを、もう少し楽に演奏することができるんじゃないかなっていう前兆が見えてるので、めっちゃ楽しみだなと思ってます。新しいセッティングをお披露目でございました。音はね、もうちょっとちゃんとスタジオでなんか撮ったりできたらいいかなと思います。で、今テナーもフロックスなんで、割とテナーともにフロックスついてます。で、やっぱり思ったんですけど、生徒さんのその選定依頼されてたんですが、遠方の生徒さんだったんで、私一人で選ぼうと思ってたんですよ。ただその発表ステージにいらしてる方だったから、東京にいるってことで一緒にたまたま選べたんですけど、その時にもしいらっしゃらなかったら、今私が使ってるこれを生徒さんにおすすめしてたかもしれなくって、でもね、実際に吹いてみたらこれは難しそうだったの。だけど私にとっては少し音が細めに感じるかなって思うものがちょうどよくって、だからやっぱり選定してもらいつつ自分で吹ける環境があると、マウスピースなりリガチャーなり、もう楽器ももちろんなんですけど、なんかそういう環境があるとやっぱり自分にぴったりのものが見つかりやすいんじゃないかなと思って、その時改めて、あ、一緒に立ち会えてよかったと思って、私が選ぶだけでもなく本人が一人で選ぶでもなく一緒にできたのが良かったなと改めて思いましたね。なのでこれを見てくださってるサックス吹きの方には、長く付き合える自分にぴったりのマウスピースなりリガチャーなり楽器なりを選べる環境づくりしてみてもいいんじゃないかなと思います。で、意外と楽器屋さんとかに、楽器店さんとかにお願いすればプロの方に選んでもらえる環境があるかもしれないし、石森楽器さんにオーダーしていただいたら私が選んでお送りすることもできるし、なんかそういう環境が意外とあるので、
ダメ元で聞いてみるのはいいんじゃないかなと思って、あえて動画でそれもおすすめしておこうかなと思いました。そして明日はついに私が開講しておりますレッスンコースの第2期の詳細をお知らせしようと思います。ぜひ楽しみに待っていてほしいなと思います。そして興味のある方はぜひチェックしてみてください。明日の動画でもお知らせしますので、よろしく。じゃあねー。